2001年に、ロシア極東の沿海地方知事代行を務めた。沿海地方スパススクラリ出身。1969年ウスリースク農業大学を卒業する。大学卒業後、農業機械の技術専門家として働き始める。1970年乳製品工場長を皮切りに、チェルニゴフスキー地区党委員会で、いくつかのポストを歴任する。 1982年には、ハバロフスクソ連共産党高級党学校で学ぶ。1991年、アヌチンスキー地区、行政府長官。1993年、沿海地方政府第一、副議長。1995年、エフゲニー・ナズドラチェンコ知事の下で副知事に就任する。2001年2月9日、ナズドラチェンコの辞任後、ドゥビニーは、 知事代行となる。2001年5月に行われた、沿海地方知事選挙では、候補者の一人であったが、第二回投票に進出することが叶なわなかった。知事代行を退任した後は、アルファ銀行局投資店長に就任した。私生活では二人の息子がいる。趣味は、アヌチノにあるダーチャで菜園作りをすることである。ありがとうございます。